皆さんこんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをナイトゲームでお楽しみください。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、川崎フロンターレが鹿島アントラーズを迎え撃ちます。フレンドリーマッチとはいえ、このカードを楽しみにしていました。どんな展開になるのか早速見ていきましょう。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて、敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか？そうですね。プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れ、ミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。鹿島アントラーズは数々のタイトルを獲得しています。人は入れ替わっても代々勝負強いクラブですね。勝負に対する執念を感じます。いよいよ試合が始まります。川崎フロンターレボールのキックオフです。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。ディフェンダーの頭越しにパスを送ります。フロンターレが攻めに出ます。家永明宏、ここでボールを取り返しました。危ない、勝ち越しなるか。キーパーと、これはポストだ。深くえぐってからのクロスです。何をしてくるのか。土井翔真、試合開始早々リードするチャンスを逃しました。完全に決まったと思いましたが、まだ調子が出ていないようですね。このパスはカットされました。鈴木優真、アントラーズが攻める。ショートパスをつなげていきます。相手の動きを見ている感じでしょうか。レアンドロ・ダミアン、川崎フロンターレのうまいパス回し、チャンスを伺います。ここで止められました。惜しかったですね。鈴木優真、クリーンなタックル、ボールを奪いました。ジョアン・シミッチ、谷口翔吾、無理をせず着実にボールを回しています。裏へのいいボールです。決まった。
これがオープニングゴールです。試合をリードしました。プレーを見てみましょうか。このマイナスのパスが決定的なチャンスを作り出します。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。鹿島の攻撃です。しっかりボールをキープしています。土井翔真、決まった。ゴール。あっという間に追いつきました。同点です。リプレイです。ボールを丁寧に回してチャンスを伺っていましたね。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。ジョアン・シミッチ、谷口翔吾、チャナティップ。川崎の攻撃です。レアンドロ・ダミアンだ。レアンドロ・ダミアン、これはナイスディフェンス。タックルで阻止しました。土井翔真、家永昭弘、レアンドロ・ダミアン。川崎フロンターレのうまいパス回し、チャンスを伺います。いい組み立てを見せていましたが、ここでボールを失います。土井翔真、鈴木優真、ここでなんとかボールに寄せてきました。シャナティップ、レアンドロ・ダミアン。視線が中にいった。さあ出すか。コーナーキックです。均衡を破るチャンス。見事に追いつきましたね。ゴールシーンを映像でご覧ください。ボックス内からうまく流し込みました。ゴール中央へ決まっています。ゴール前に入れた。ディフェンダーにクリアされました。マイナスのクロスです。ジョアン・シミッチ、ボールへの寄せが非常に速い。さあここで一気に仕掛けられるか。三沢健斗、パスをつなげて相手の出方を伺います。いいボールが出ました。タックルでしのいだ。家永昭弘、これは見事なパスカットです。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。家永昭弘、シミッチ、
サイドをえぐって中を見る。レアンドロ・ダミアンだ。入るか。ディフェンスの選手がシュートブロック。前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。前半はこの選手の活躍が目立ちました。あの同点ゴールは大きかったですね。ゲームを振り出しに戻しました。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。後半のキックオフ、今度はアントラーズボールです。安西光輝、鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスを伺います。土井翔真、ここで取り返します。いいタックルでした。フロンターレが攻めに出ます。ここは2人で回します。何を狙うのか。ボールを素早く回していきます。勝負に出るのか。すぐにパスを返しました。ジョアン・シミッチ、落ち着いています。コーナーキックになりました。サポーターの声援に応えるチャンスがやっと巡ってきましたね。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。ボールを入れました。このクロスはキーパーが危なげなくキャッチしました。鈴木優真、安西光輝、鹿島の攻撃です。中にいいボールを送りたいですね。土井翔真、勝ち越しゴールなるか。ゴールだ。試合を動かす一撃が決まった。映像が来ました。丁寧にパスをつないで相手の隙を伺っていましたね。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。谷口翔吾、ジョアン・シミッチ、ボールを回してチャンスを伺います。クロスを狙ってきますか。これはチャンスだ。入った。ゴール。失点からすぐさま同点に追いつきました。あれだけ長い間ペナルティーエリアでボールを持たれれば決められちゃいますよね。本来はもっと厳しくチェックに行っておくべき場面でした。ディフェンスの連携を見直した方がいいんじゃないでしょうか。ついに追いつきました。もはやこのイケイケどんどんサッカーは止められないのでしょうか。ちょっと大きすぎたか。キーパーに渡りました。
ボールを取り返します。鈴木優真、アントラーズが攻める。鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスをうかがいます。あっと、ここで相手ボールになります。インターセプトしました。土井翔真、よく相手の動きを読んでいました。レアンドロ・ダミアン、カウンターを仕掛けるチャンスです。スペースを狙ったロブです。通ればチャンス。見事なタックル、ボールを取り返しました。鈴木優真、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。深くえぐってからのクロスです。入れば1点リード。なんというタックル、チームを救いました。どうやらサポーターは引き分けでは満足しないようですね。チームを大きな声援で後押ししています。ロングパスでサイドを変えてきます。中を確認したい。これで勝ち越しか。タックルでピンチをしのぎました。あまり時間のない中、勝ち越しのチャンス。外に押し出されたようですね。スローインです。どうやらベンチに動きがあるようです。谷口翔吾、ジョアン・シミッチ、レアンドロ・ダミアン、ここは体を張ってボールをキープ。奪われません。相手に渡ります。土井翔真、この攻撃をゴールに結びつけられれば勝ち越しです。試合終盤ですから大事にいきたいですね。チャンスに見えましたがオフサイドの判定です。ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受けてと出してのタイミングがずれてしまいましたね。フレッシュな選手の投入です。鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスをうかがいます。いい攻撃の形でしたが攻めきれませんでした。アディショナルタイムが2分追加されました。家永明弘、さあ勝ち越しを目指して攻め立てます。これが最後のチャンスになるかもしれません。おっとクリアミスか。これは危ない。ここは打てるか。危ない場面もしのぎました。クリアで逃れています。さあ長いホイッスルが吹かれました。両チームのスコアは同点のまま前半後半の戦いを終えています。